嬉しいです。みんみん、誕生日おめでとう。私たちからリンコへの誕生日プレゼントよ。これはキャンドルですか。リンコ、このマッチでキャンドルに火をつけてみてくれる？あ、はい。綺麗。それにいい香り。とても落ち着きます。アロマ入りのキャンドルだよ。みんなで手作りしたんだ。このキャンドルはすごい。どうやって？先日のスタジオ練習後にリサの家にみんなで集まったの。雑誌に載ってる作り方を見ながら作ったんだけど、意外と私たちでもちゃんとしたのができたんだよね。白金さんは日々のバンド活動や生徒会で忙しくされているので、自宅でゆっくりリラックスできるものがいいかと思いまして。とっても嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。喜んでくれてよかった。ニンニンにキャンドルの火ってなんだかすっごく似合うね。神秘的な感じ。リンコ、この後パーティーの用意してあるから楽しみにしててね。と、その前に記念写真撮っておこう。ほらリンコ、こっち向いて。ほらほら、もっと笑って。こうですか？うんうん、すっごくいい感じ。それじゃあ行くよ。はい、チーズ。私たちからのプレゼント受け取ってもらえるかしら。あのいいんですか。これはしおり。ピアノと月、すごく綺麗。そのしおり、カノンと二人で選んだの。ピンコちゃん本好きでしょ。だから絶対これしかないと思って。ちなみに私たちも買ったのよ。ほら、これが私のしおりで、こっちがカノン。花とクラゲが白押しされたしおり、どちらもすごく素敵です。本当に嬉しいです。ありがとうございます。あ、それでね、よかったら今度おすすめの本を教えてほしいんだ。そうね、私たち本にはあまり詳しくないから、お願いできるかしら。はい、もちろん喜んで。